本日はこの3点についてお話をさせていただきます。日本の業務ドローンの現状、業務用ドローン導入の成功ポイント、そして最後にデータセキュリティについてご説明をいたします。はい、ではまず私の自己紹介をさせていただきます。DJI ジャパンの柿野と申します。2015年に DJI に入りました。日本市場に DJI 製品を拡販することをゴールとしております。ここ数年は業務現場でのドローン利活用を促進することに注力しています。DJI に入る前は外資系 IT 企業で同じくマーケティングを担当しておりました。それではここで参加者の皆さんに質問、早速投票をしたい、投票していただきたいと思っています。すいません、投票画面見せてもらっていいですか？お願いします。はい、ありがとうございます。皆さん、画面見えてますかね？あなたはドローンを業務に導入済みですか？導入されている方はぜひ、はいをクリックしてください。はい、導入しています。まだですよという方は、いいえをクリックしてください。クリックして、送信というのが出てくると思いますので、送信ボタンを押してください。はい、じゃあそろそろ締め切りちゃいますね。はい、じゃあ投票締め切ります。投票結果はね、後ほどご案内いたします。ではプレゼンの方に戻らせてください。はい、ありがとうございます。それでは最初に DJI について、紹介させていただきます。皆さんご存知の通り、DJI はグローバルでビジネスを行っています。全世界で17拠点展開しています。最大の市場は北米です。そしてヨーロッパ、中国と続きます。私が所属する日本オフィス DJI ジャパンは社員数約200名。海外拠点ではおそらく最大だと思います。カメラエンジニアを多数保有する DJI のカメラ開発拠点でもあります。また、業務でドローンを活用している方にはおなじみの自動飛行アプリ GS Pro も日本メンバーが開発したアプリです。DJI のドローンは幅広いラインナップが特徴です。比較的小型の製品もあれば、農薬散布ドローンのように業務利用に特化した製品を展開しています。どの製品も DJI らしく安心安全な飛行を可能にする機能や特徴を持っています。今後も幅広い用途で DJI ドローンが活用されていくことは間違いありません。この中に皆さんが日々お使いのドローンもあると思いますが、そのドローン、しっかりとお客様のために仕事していますでしょうか？お客様の業務課題、解決していますか？また一般の方でドローンを飛んでいるところを見たことがないという方にお会いする機会もたくさんありますが、ドローンが空を飛ぶことはもうすでに当たり前であり、ドローンで撮影したデータをどのように活用するかということが、今ドローンの業界ではキーポイントとなっています。つまり、カメラ性能や付随する様々な情報の取得がより重要となってきています。こちらのスライドにある通り、DJI ではドローンの飛行に最適化された、そして正しくデータを取得することができるカメラも製造しています。カメラだけではなく、飛行やカメラの制御をする
専用アプリを使って飛行計画やフリート管理、そしてデータ分析までも行えるソフトウェアも DJI は提供しています。また DJI ドローンのドローンと DJI 製品ではないサードパーティー製品を組み合わせて業務課題を解決されているお客様も多数いらっしゃると思います。業務用ドローンは世界でも日本でも様々なシーンで活用が始まっています。消防警察、建設業、プラントや太陽光パネルといったエネルギー施設での利用、農業分野、そして橋梁といったインフラの点検の分野は今後最も広がると言われています。では日本はどうでしょうか？世界の中で日本はとても珍しい市場であることをデータを使ってご紹介します。これは DJI 無償負担保険の登録データから抜き出したものです。DJI ドローンには1年間の損害保険が無償で負担していることは多くの方はご存知だと思います。2015年から開始した無償負担の保険データを見ると、業務でドローンを利用している方は全体の 89%、ホビーだけの利用は 11% でした。この数字は DJI 最大の市場である北米とは真逆になります。つまり、ドローンの業務利用で日本は先進国であると言えるんです。では先ほどのアンケートでドローンの利用どれくらい使ってらっしゃるかちょっとデータ見てみますね。あ、まだ集計してないのかな。ちょっとお待ちください。チャットの方に集計結果を出しております。あ、映っちゃってるよ。ちょっとお待ちくださいね。じゃあ見ますね。はい、出ましたね。回答率。同じような数字が出ました。導入済みの方、約 85%。未導入の方が 15% でした。やはりこの数字ととても似ていますね。ありがとうございます。つまりやっぱり日本はですね、皆さん 85% の方はですね、やはり日本だけではなく世界をリードする業務利用ユーザーとなるわけです。いつも DJI 製品をご利用いただきましてありがとうございます。まあ、これからも、今日参加していただいているお客様がドローンの市場を盛り上げていくんだと思います。DJI も頑張りますので引き続きよろしくお願いいたします。では実際ですね、この 89% のお客様がどのような分野でドローンを活用しているか、このグラフでご確認いただけます。一番上の映像メディア、これ空撮ですね。全体の4分の1を占めています。次に多いのが土木建設です。アイコンストラクションという大きな傘のもと、ドローンの導入が間違いなく進んでいますが、今は公共事業がメインですけれども、民間事業でも活用が進むと DJI では見ています。すでに民間事業でドローンを活用している方は逆に、アドバンテージを取ってらっしゃる有利ではないでしょうか。様々なシーンで DJI ドローンが導入されていることは、このグラフからもはっきりとわかりますが、ここで大きな課題が見えてきます。お客様が業務に最終的に必要なデータの収集を可能にするドローンを正しく選択できているかということです。DJI ドローンには幅広いドローンのラインナップがあり、カメラも多くご用意しています。
価格や一部のスペックだけでドローンを決定し購入することは、長い目で見れば正しい選択にならないこともあります。メーカーである DJI は、お客様の業務と DJI のドローンの間にミスマッチが起きないようにしたいと考えています。お客様の業務とミスマッチを起こさないために、まず業務の課題を解決してくれるドローンのソリューションを絵にしていただくことをお勧めします。ドローンの本体、ペイロード、つまりドローンに載せるカメラや専用ツールですが、そして飛行を制御するアプリに求めることを一度リストアップしてみてください。さらに細かく検討すべきポイントとして、DJI では6つのポイントにまとめています。このポイントについて、DJI の公式パイロットの中村が次のセッションで詳しく説明をさせていただきます。ぜひこちらのセッションを参加いただきながら、今お使いの製品や導入を検討している製品が正しく選択できているか確認いただきたいと思います。業務課題解決型のドローンソリューションと6つのポイントを検討した結果、例えば測量業務では、Phantom 4RTK と自動飛行アプリの GS Pro、そして天群データ生成ソフトが必要になるという結果になるお客様もいらっしゃると思います。もちろん、この青いバーの3つの機体を選択するお客様もあると思います。ぜひ、次のドローン、初めてのドローン選択のヒントにしていただきたいと思います。最後に、本日は DJI ドローンのデータセキュリティについて、よくお問い合わせをいただきますので、簡単ですがご案内します。多くの方には当たり前のことかもしれませんが、整理していきます。まず大前提として、ドローンは IoT デバイスではないということです。IoT、インターネットオブシングスの略ですが、日本語で言うと、もののインターネットと訳されます。IoT、もののインターネットとは、ものがインターネット経由で通信することを意味します。ドローンを操縦するために、インターネットに直接接続する必要はありません。ドローン送信機に接続するスマートフォンにインストールしたアプリをインターネット経由で追加機能を有効にすることはできます。まあ、例えば、地図の表示などもそうですね。この大原則、実は多くの方が理解していないということがありますので、本日の機会を利用して説明していきたいと思います。ドローンの飛行前、飛行中、ドローン離陸した後、まあ、3つのフェーズに分けてこれから説明しますが、例えば2番目のドローンの飛行中、送信機とドローンの間は、インターネットで接続されているわけではなく、直接無線で通信しています。スマートフォンやタブレットでカメラのライブビューだったり、テレメトリー情報、つまり飛行に関する情報を確認できるのは無線通信によるものです。これらの機能にはインターネットは使用されていません。DJI のビジネスにお客様のデータが必要はありません。DJI の最大のミッションは、安心安全な飛行を確保すること。お客様が業務に必要な情報を取得することを製品提供で支援することです。つまり、お客様のデータはお客様自身で管理することができます。では、どのように管理することができるのか、飛行前、飛行中、飛行後のフェーズに分けて説明します。
飛行前には DJI では位置情報のチェックをします。10キロ範囲でランダムに位置情報をチェックし、操縦者がいる地域の最新のジオフェンシング情報を提供するためです。ただし、スマホがインターネットに接続されている場合にのみ提供いたします。また飛行中には、操縦者の送信機とドローン本体は、先ほどもお話しした通り無線でつながりますが、これらはもちろん自動で送信されます。撮影された写真や映像は、ドローンの SD カードに保存されます。また、モバイルデバイスには撮影データがキャッシュされますが、このキャッシュ送信をお客様が停止することも可能です。飛行を終えた後には、ユーザー体験やアプリのパフォーマンスを共有いただき、製品の向上に協力いただくことがあります。この協力により、DJI 製品の向上が加速しますが、もちろんこれもお客様の同意をいただいています。送信を事前に無効にすることができます。また、ドローンに修理が必要な際、最新の飛行ログの提供をお客様に依頼することがあります。これは DJI が飛行ログにアクセスできないためです。ログの提供方法は、メールでお送りいただくか、アメリカにある Amazon のサーバーにアップロードして提供いただくことをお願いしています。他にも撮影した写真や映像を YouTube などの外部サービスにアップすることもお客様自身でお願いしています。すべてお客様のデータをどのように管理するか決めていただくことになります。DJI はデータを収益化いたしません。それは私たちのビジネスではないからです。DJI のデータセキュリティについて詳しくはこちらのページでも説明しておりますので、ぜひお時間がありましたらアクセスください。ではまとめます。日本の業務用利用ユーザーは全体の約 89% です。日本はつまり業務用ドローンで世界をリードしています。今日ご参加いただいているお客様が世界をリードしていただいているんです。ただし、業務とドローンの選択にミスマッチがあるかもしれません。今一度、本日ご説明したドローンソリューションを絵にして、6つのポイントを検討ください。本日はデータセキュリティについてもご説明させていただきました。まだご不明点があれば、ぜひ先ほどご案内したウェブサイトをご覧ください。では、私のセッションはこれで終了します。ご清聴ありがとうございました。